皆さん、こんにちは。弁護士の父親を持ち、写真家の夫を持つことで知られる女優の竹下恵子さん。夫が失明しているということや、二人の息子を溺愛していることでも有名ですが、息子が逮捕されたという噂が流れたことがあります。今回は竹下恵子さんの夫の失明の話や息子の逮捕の噂に関する歴史の意図をたどっていきましょう。名前、竹下恵子。本名、関口恵子。生年月日、1953年9月15日。出身地、愛知県名古屋市東区。最終学歴、東京女子大学文理学部卒。身長、157cm。血液型、A 型。活動開始、1972年。本題の前に、竹下恵子さんが結婚するまでの簡単な経歴からご紹介します。竹下恵子さんは1969年にラジオ番組のイベントへ出席したことがきっかけで芸能界入りを果たしました。テレビドラマ中学生群像でデビューし、1973年から本格的に女優として活動を開始。波の塔、銀座我が町などのドラマに出演しており、東京女子大学在学中の1976年よりクイズダービーのレギュラーを務めたことから、三択の女王として人気が急上昇し、お嫁さんにしたい女優ナンバーワンにもなりました。当時の女優としては珍しく、積極的にバラエティ番組に出演していた竹下恵子さんは、中年期以降もギミアブレイクやビートたけしのテレビタックルといった人気番組にレギュラー出演する機会が多い状況でした。1984年1月になると、15歳年上のカメラマン関口輝夫さんと結婚し、離婚することもなく連れ添っています。竹下恵子さんと関口輝夫さんの馴れ初めは、1973年に竹下恵子さんが北陸銀行にあるポスターのモデルを務めた際の担当カメラマンが関口輝夫さんだったことです。撮影現場で意気投合をした二人は、そのまま飲み友達として交流が始まり、いつしか恋人同士となるといった王道の展開を歩むことになりました。世間に二人の交際が発覚した時期は1978年となっており、関口輝夫さんが水着写真集水中花竹下恵子の撮影カメラマンを担当したことをきっかけに、週刊誌にマークされることとなり、反同性生活をスクープされました。緩和9代竹下恵子さんの夫である関口輝夫さんは、2001年に胃がんが発覚しています。がんは胃の中央部にある海洋のクレーターのような陥没の中に15ミリほどの病巣があったそうです。検査担当の医師は関口さんに早期の胃がんであることを告げて、根治を目指すには開腹手術で胃を3分の2切除する必要があると言い、消化器外科の受付に行って入院の手続きをするように勧めましたが、関口さんはその勧めに従わなかったそうです。僕が納得いかなかったのは、がんが小さいのになぜ回復して胃の3分の2と周囲のリンパ節までごっそり取らないといかんのかということでした。僕はもう60歳を過ぎていましたから、そんな手術を受ければ大変なダメージを受けることになる。そうなるとがんは根治してもカメラマンとして社会復帰することは叶わなくなるような気がしました。カメラマンは体が資本、どこであろうと自在に行ける体じゃないと仕事になりませんから。関口さんはその後、がんと共存できる治療法はないかと探し始めたそうですが、見つからず共存を断念。がんの部分だけを切り取って胃の上部と下部を両方残す部分切除に近いやり方で手術してくれる医師を2人見つけ、そのうちの1人を紹介してもらったそうです。その医師はアメリカから帰ったばかりの非営の外科医で、神奈川県の地方都市にある総合病院に勤務していました。要望通りに手術は成功したそうで、
関口輝夫さんは手術の3ヶ月後、イタリアに撮影旅行に行けるくらい回復したのだとか。この胃がんの発覚経緯ですが、胃がんの発覚より2年前の1999年まで遡ります。1999年、右目を怪我したことで2度の手術を行った関口輝夫さん、その影響から右目を失明してしまったことで、一時期思うように写真が撮れなくなり、ストレスによる胃潰瘍を発症。胃潰瘍の検査の過程で胃がんが発覚したのだそうです。9代竹下恵子さんには2人の息子がいます。まず1986年3月20日生まれの長男である関口真人さん。これからの時代は英語が使えた方が仕事の幅が広がるとの関口輝夫さんの考えから、高校より英国留学をしていた。関口真人さんはロンドン大学の心理学科を卒業するほどのインテリに育ちました。とはいえ、幼少期からシェイクスピア劇に憧れ、俳優になることが夢だったという関口真人さんは、大学を卒業後はそのまま現地の演劇学校に通い、役者を目指すことになりました。関口真人さんの俳優デビュー作は2013年に公開されたハリウッド映画「47浪人の若年時代」の大石蔵之介役という重要な役柄だったものの、映画自体がこけてしまったために飛躍のチャンスはつかめなかったようです。その後は「太陽の蓋」や「東京プロジェクト」といった映画に出演し、俳優として順調にキャリアを積んできた関口真人さんは、2018年の SP ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」にて日本でのドラマデビューも飾っております。続いて1988年9月17日生まれの次男である関口阿南さん。関口阿南さんの芸名でもある本名はハーフ風ですが、ハーフではありません。さらに「アナム」と書いて「阿南」と呼ぶそうです。名前の由来はブッダの弟子アーナンダ僧からで、母親を大事にする人だったのを父親の関口輝夫さんが気に入ったそうですが、その関口輝夫さんが「見た目はアナムの方がかっこいい、でも響きはアナンの方が締まりがいい」との理由で、思いつきで「アナム」と書いて「アナン」と呼ぶ名を付けたそうです。しかし実際には「かな」は漢字と違い、音を変えられないという理由で、戸籍パスポート上では「アナム」になっており、あくまでも家族が「アナン」と呼んでいるだけだったとか。ただ関口アナンさん自身は30年間間違えて呼ばれ続け、アナンが気に入っているようで、芸名を「アナン」で統一することにしたとのこと。武蔵野美術大学の映像学科へ進学したアナンさんは、両親には関口輝夫さんの後を継ぎ写真家になるのではないかと思われていたようですが、大学の方で映像制作を学んだ結果、俳優業への興味が湧いたそうです。大学を卒業後は関口輝夫さんの教育方針から兄同様に2年間の英国留学をし、帰国後に芸能活動を開始。2014年に放映されたドラマ「私たちがプロポーズされないのには101の理由があってだな」は俳優デビュー作となっております。その後も「僕のヤバい妻」や「安らぎの時」「道」といったドラマに出演し、俳優仕事を続けているアナンさんですが、2世芸能人枠でバラエティ番組に出演する機会も多いため、世間的にはタレントのイメージが強くなっています。関口真人さんと関口アナンのうち、逮捕の噂が流れたことがあるのは関口アナンさんの方です。ただ実際には関口真人さんや関口アナンさんが逮捕された事実はありません。関口アナンさんが28歳の時に「バイキング」に出演したのですが、その際に今でもお小遣いを20万円もらっており、100万円の時計を買ってもらったこともあると発言したことで、同じ女優の三田佳子さんの次男高橋優也さんも月50万円のお小遣いをもらっていて、逮捕歴が5回あることから、連想ゲームのように竹下恵子の息子も逮捕歴があるのではと広がっていったわけです。実際竹下恵子さんは息子たちの学生時代に朝早く起きて
お弁当作りをこなすなど、母親としてできる限りの愛情を注ぐ良妻賢母のイメージを持たれていた一方で、30を過ぎた今でも変わらぬ愛情を注ぎ続け、息子たちを溺愛しすぎている過保護すぎる母親とのイメージもファンに広く知られていました。2017年9月4日に公開された週刊誌女性セブンの記事でも以下のように綴られています。駆け出しの俳優にありがちな過酷なバイト生活ともアナムさんは無縁。竹下さんがバイトする時間があったら自分の将来に生かせる勉強をした方がいいわと言って、アラサーになった子供たちに月20万円以上のお小遣いを渡しています。竹下の知人、月20万円のお小遣いは序の口。竹下は頻繁にお金あるの？とアナムに尋ねては財布を補充、一緒に買い物に出かけるとついでに高級ブランドジャガールクルトの100万円以上する腕時計も買ってあげる。高級寿司店でお母さんにつけといてと言って残したアナムの請求書もコンと支払う筋金入りの過保護ママだ。終章、優秀の美を飾って締めましょう。今回辿った竹下恵子さんの夫の失明の噂や息子の逮捕に関する歴史の意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。